ました。2つ目いきます。オープン、レトロ水鉄砲マスコット。実際に水は入れられません。あーそうなんだ。全6種類、スプラトゥーンっぽい感じ。スプラトゥーン3ね、もうすぐ出ますね。9月に出ますね。うわー、バケツ加圧式タイプ、おーハンドガン、これ中入ったら最高ですね。まず1つ目がこちらのウォーターガン。おースプラシューター、めっちゃかわいい。これ動くのかな、水は入らなくても動いたりするんだろうか。ちょっと開けてみたいと思います。これ切った方がいいかな、切った方がいいね、多分開かないわ。切ろう。ちなみにこちらダブリは出ておりません。ダブってないんです。あー行くぞ、うわー。開かないな、覚悟が足りなかった。おーかっこいい、超かっこいい。動く、あ動いた、ドゥルルルってめっちゃいい、スプラトゥーンやんこれ。いいですね、めっちゃいい、かわいい、やりたいな早くスプラトゥーン。ということでまず一つ目が加圧式タイプの B です。二つ目いきます。オープン、ミニ駄菓子屋マスコット4第4弾。おー今までとちょっと違う。コンペイトーが A、B、 これ猫瓶っていうのかな、牛乳自販機、サイダー自販機、わーアイスケース。このアイスケースはね、実はもう6個ぐらい持ってるのでもういいかなって正直思ってます。今までのシリーズで集めすぎちゃった。今回はこちらです。わー何これ、もうスプラトゥーン感満載のコンペイトー。色がさ、スプラトゥーンみたいじゃないですか、このピンクとグリーンっていうと。いやー生かしたコンペイト、あ逆だった。これ中開くのかな、開かない、開かないですね、ちょっと破壊になっちゃう、開かないです、開きませんでした。ということでコンペイトの A です。かわいい、銭天堂って感じ。3つ目いきます。わあバケツだ、バケツにも A タイプ、 B タイプあるみたいなんですが、これは A ですね、バケツ A。 わあかわいい、ちゃんとこのタグまでレトロ、良い子のミニバケツ。これも実際に水入れても大丈夫な感じですね、持ち運べます、かわいい。スロッシャー、4つ目いきます。オープン、おーコンペイトーの、じゃあこっちが B かな、すごいかわいい、なんか七夕って感じ、終わっちゃったけど七夕って感じのカラー、いやーかわいい。2個ちょっと並べるとこんな感じです。5つ目いきます。オープン、バケツのねさっき何タイプだった、これが B かな、 B ですね、 B タイプゲットしました。じゃあバケツもコンプだ、すごいおめでとうございます、やったー。こちらです、良い子のミニバケツ。6つ目いきます。このガチャガチャが全6種類、あれじゃあどういうことだ、なんか出てないね。ダブってないけどまだ出てないのがあるんですね。これオープン、おーなんかねちっちゃい、これはなんだ、ハンドガンの A ですね。2番ゲット、お得な2丁セット、かっこいい、ウォーターガンかわいい。ちょっとこれもじゃあ切ります。こっちはね特に多分何も動いたりはしないと思うんです。うん、デコレーションとかにも使えそう、かわいい、ウォーターガン。一応種類的には全部出たんだけど、ハンドガンの B と加圧式タイプの A1 と5番が出てないんですね。ということで久しぶりに駄菓子屋さん系のガチャガチャを開封してみました。